はい、どうも、デラピラスでございまーす。ということで、本日もやっていきましょう。デラピラスレイディオー。はい、ということで、本日のお題は、ウルトラマン80最終回第50話、あ、キリンもゾウも氷になった。ウルトラマン公式 YouTube チャンネルにて、ウルトラマン80毎週ね、配信しておりましたが、ついに最終回を迎えてしまいました。ということでですね、このウルトラマン80最終回のお話を、していこうかなーなんて思っております。で、冷凍怪獣マーオドンというね、現れるんですけれども、その怪獣はですね、めちゃくちゃサイズ感がでかくてね、すごい迫力があるんですけど、そんなね、マーゴドンが、もう街をね、凍らせてしまうわけですよ。それで、キリンもゾウもね、氷になっちゃうっていうね、ことなんですけれども、タイトルは、結構ね、ふざけてるじゃないですか。あ、キリンもゾウも氷になった。もう、最終回とは思えない。ね、サブタイトルなんですけれども、ちょっとね、ちょっとこう、タイトルで損してる部分が、若干あるんじゃないかなっていうか、僕結構好きなんですけど、このサブタイトル。好きではあるんですけど、ちょっとその知らない人から見たら、なんかふざけてんのかなみたいな思われちゃいがちなのかなと思います。で、実際ストーリーが、もうめちゃくちゃ大好きで、てかめちゃくちゃ良くて。まあ、ウルトラセブン、ウルトラマン、もう本当最初、初期からやってますよね。ウルトラマンに頼らずに人類の手でこの地球を守り抜くというテーマは、ある種、ウルトラシリーズの中で永遠のテーマだと思うんですよ。ウルトラ警備隊、桐山隊長の言葉でね、我々人類、ね、自らの手で守り抜かねばならんのだっていう、セリフがありますけれども、やっぱそういうセリフがあって、ね、もちろん外出とかでもね、引き継がれてますし、そのウルトラマンを頼らずに、地球を守っていくっていうのは、やっぱすごく大事なことですし、一つのテーマだと思うんですよ。で、その一つの答えを出した作品が僕、ウルトラマン太郎最終回だと思うんですね。うん。東光太郎が、ウルトラマン太郎に、変身せず、バトキー星人を倒して、地球人の手で、宇宙人を倒したと、ね、そういう最終回だったんですけれども、このウルトラマン80の、最終回はですね、またウルトラマン太郎とは別のアプローチの、人類が、怪獣を倒して地球を守るっていう。そして、ウルトラマン80に安心して帰ってもらうっていうね、この別のアプローチから、そこを攻めてるっていうのがすごく大きなポイントだと思います。うん。で、もう隊長が、キャップがね、大山キャップがね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。ヤマトタケシが、ウルトラマン80だということは、もう感づいていて、で、ウルトラマン80にね、こう変身しようとしたら、もう止めに入ると。前回の戦いで、そう、前回の戦いっていうのが、ユリアン初登場の回だったんですけれども、プラズマ、マイナズマの回ですね。ウルトラマン80第49話、80最大のピンチ、変身、女ウルトラ戦士だったかな。女ウルトラマンっていうね、タイトルなんですけど、ここでね、プラズマ、マイナズマ、80とユリアンね、二人力を合わせて、プラズマ、マイナズマを倒したんですけれども、まあ、そこでですね、大きな深手を負ってしまいます。うん。でね、もう80も、もうかなりね、もう体に来ている。まあ、ここはちょっとウルトラセブンと似てる部分でもありますけれども、ね、で、ウルトラマン80、ヤマトタケシを、無事に安心して、光の国に、返してあげようではないかっていう。なんかその大山キャップの、やっぱその気持ちもすごくいいですし、やっぱり、ずっと80に、頼りきりではいけないっていうその責任も感じますし、その本当にね、キャップのね、セリフとか、もう一つ一つの表情が、本当にね、かっこいいし、大好きなんですよ。本当にキャップめっちゃ好き。めちゃくちゃ好き。うん。で、もう一つのポイントが、ウルトラマン80の中で、本当に突然ね、隊員二人が、
消えるんですよ。消えて別の隊員が入ってくるんですよ。みたいな。すごい突然すぎて、急すぎて、めちゃくちゃびっくりしたんですけど、その、前半で退場してしまった隊員二人が、また帰ってくるっていうね、助けに来るっていうね、その展開めちゃくちゃ熱いやんみたいな。まさかね、また帰ってくるとは思っても見ませんでしたし、初めて見たときは。なので、また助けに来たっていうのね、すごいね、嬉しかったですね。で、最後に、アンドロイドの、ジョーのエビ隊員が出てくるっていうね、まさかすぎる展開。こういうのに吹くとめちゃくちゃかけすぎやろっていうね、ちょっとそういうところなんですけど、まさかのジョーのエビ隊員まで、一応帰ってくるというね、本当にウルトラマンエイティの、その UGM の、方々が、全部ね、帰ってくるっていうのがね、まあ一つのポイントでありますね。で、最後に、お別れパーティーをする、パーティーを開いてあげる。うん。光の国に帰る前に、パーティーを開いてあげる。この UGM、キャップの優しさ？いや、そこ、すごいね、なんかまたグッときますよね。なんかこう、やっぱウルトラマンの最終回って、やっぱ地球を旅立つ時って、やっぱちょっと悲しい気持ちになるじゃないですか。うん、なので、ああ、帰っちゃうんだ、みたいな。まあ、エイティもそういう悲しさはちょっとあるんですけど、ただ最後にね、こう、パーティーして、で、最後に地球のその楽しい思い出を満喫して、それから帰るっていうね。すごい、ハッピーな、終わり方で、僕は大好きです。で、ウルトラマンエイティが最後は戦わずに、ね、終わるっていうその最終回、人類の手で地球を守りきったんだっていう、やっぱそれはね、すごくいいなって思いますね。うん。本当に、ウルトラマン太郎とは全く別のアプローチから、人類の手で地球を守るっていう、ことを、演出されていて、僕はね、大好きな回ですね。で、やっぱ、ウルトラマンエイティの最終回の話になると、真の最終回はウルトラマンメビウスのね、思い出の先生なんじゃないか、みたいなこともね、結構語られていますが、僕的には、ちょっと、語弊があるかなと。ちょっと語弊があるかなっていうのがありまして、ウルトラマンエイティの、教師編最終回。教師編の最終回は、ウルトラマンメビウスの思い出の先生だと思うんだよ。ただ、ウルトラマン80作品そのものの、その最終回は、やっぱり、この第50話、キリンもジョーも降臨になっただと思うんですよね。そのストーリーとして、最後、ウルトラマン80が戦わずに地球人の手で地球を守り抜いたんだぞっていう、この大事なテーマを置いてきぼりにしちゃうのは、ちょっとどうかなって思います。はい。でも、メビウスの思い出の先生、あの回はマジで神回です。はい。教師編最終回かな。うん。そのいろんな大人の事情でね、その教師編が、いきなりスパッとなくなったじゃないですか。まあ、そのスパッとなくなった大人の事情を、ね、うまーいことウルトラマンメビウスで、こう、包み込んでるのが、これはね、泣けます。で、やっぱ、仰げば、尊し。いや、歌うシーン、それをじっと聞くウルトラマン80。表情はないですけど、やっぱウルトラマン80の表情はどこかこうね、嬉しさもあるような、懐かしさも感じているような顔に見えて僕はね、好きですね。80の表情大好きですね。で、最後に、ね、山本武史が再び帰ってくるっていう。いや、もうめちゃくちゃ嬉しいですよ。でも、未来くんとね、山本武史がこう並んで行ってあげてくださいっつって、再び生徒にね、再会するっていう。いやー、いいっすよ。ウルトラマンメビウス、第41話思い出の先生。本当にね、最高です。はい。なので、その教師編最終回は、ウルトラマンメビウスのこの回でいいと思うんですけど、その、ウルトラマン80シーンの最終回は、メビウスなん、41話なんじゃないか、みたいなのには、まあちょっとね、どうかなと。まあそういう、まあいろんな意見ありますからね。僕の意見としてはそんな感じでございます。はい。
で、今ね、ウルトラマン公式チャンネルでも、配信しておりますので、しかも、前回の第49話も、同時に配信しておりますので、49話、50話、一緒に見ていただけるとすごく、いいと思います。ユリアンの活躍も見れます。まあ、そこからね、ユリアンの活躍が、まあ、ほとんどご無沙汰もなく、時々ダンスするぐらいだったんですけど、ね、ウルトラマンたちと一緒にエクササイズしたりだとか、まあ、それぐらいの活躍しかなかったんですけれども、まさかウルトラギャラクシー、勝っちゃったよ。ウルトラギャラクシーファイト大いなる陰謀であんな大役を果たすとは。やっぱこれもね、グリージョがウルトラウーマンの立ち位置をガッと上げたんじゃないかなと僕は思います。はい。で、やっぱ光の国の王女っていう設定なんですけど、実際王女って何してるんだろうみたいなところ、全く分かんなかったじゃないですか。だから、そういう部分がウルトラギャラクシーファイトで描かれていて、で、ちゃんとユリアンもパワフルに戦うんつだぞ、みたいな、ね、王女様だけど、ちゃんと戦うんだぞ、みたいなところも、なんかギャラクシーファイトで戦ってるところ見せてくれて嬉しかったですし、一応初構成ですよね。まあ、ビリの銀河帝国でもありましたけど、カットされてますから、一応初構成も放ってますし、まさかここでユリアンがね、こんな大役を果たすとは思いませんでした。そしてユリアン一体どうなってしまうのか、早く続きが見たいです。つぶらやさん、早く見せてください。お願いします。はい。でね、まあ一応2週間限定ということで、まあ2週間だったら配信終わってしまうんですけれども、つぶらやイマジネーション、月額550円でね、なんとウルトラマン80を見放題。素晴らしい。ということでね、ぜひとも、つぶらやイマジネーションもね、入っていただければいいんじゃないかなと思います。つぶらやイマジネーション、めっちゃ楽しんでます。めちゃくちゃ楽しんでます。またその動画ちょっと作りたいなと思ってます。いろいろ使い込んでみて、気づいた部分結構いろいろあるので、またその話も、今度したいなと思ってます。はい、ということで今回はねウルトラマン80最終回第50話金門像の放りになった、こちらを語らせていただきました。以上のレキドスでございました。それではバイバイ。